劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムにおいてキラたちコンパス部隊を圧倒したファウンデーションのブラックナイトスコードたち。さらに終盤ではブラックナイトスコードカルラが登場し、ストライクフリーダムを旧式呼ばわりして激闘を繰り広げました。そんなブラックナイツですが、先日ブラックナイトシバートルドラのガンプラが発売され、機体説明が公開されたものの、未だその性能や開発経緯は謎に包まれていますが、各所では機体の性能を紐解く情報が小出しにされており、少しずつその全貌が明かされつつあります。今回はそんなブラックナイト系列機について解説考察していきたいと思います。なお本動画は映画のネタバレを含みますので、苦手な方はご注意ください。映画の舞台となるコズミックイラ75年、ファウンデーション王国はユーラシア連邦から独立した新興国家として登場しました。女王であるアウラマハハイバルは見た目は幼女ですが、その中身はもともとはキラの両親であるユーレン響きやビア響きと同じくコロニーメンデルでコーディネーターの研究を行っていた人物でした。福田監督の話によると、初期プロットではコーディネーターよりも進んだ人類を作るという目的からユーレンと友とを分かっていて、キラはアウラの研究方法から作り出されたとされています。またアウラはデュランダルとの密約があり、プラントの高派、つまり映画におけるジャガンナートのような急進派を取り込んで地球圏を自分たちの支配下に置こうとしたことが明かされています。これは初期プロットなので、実際の劇場版とどこまで設定が一致するかは不明ですが、映画でのファウンデーションはプラントから中古で軍事関係を購入してジンやディンを使用しているので、プラントとの交流がもともと深かったことがうかがえます。映画序盤ではジャガンナートのもとにシュラが訪れていて、ジャガンナートはアウラ女帝のといった発言をしていることから、シュラはジャガンナートと初対面でアウラかオルフェがプラント側とやり取りしていたと思われます。また小説版においてアウラはコロニーメンデルでデュランダルの遺伝子研究を行っていたものの、ブルーコスモス襲撃によって研究施設が崩壊した際に自身が研究していたアンチエイジングの薬を浴びてしまって幼児化したという過去を持つことが明らかになりました。しかしアンチエイジング技術に共感した出資者の一人だったハイバルの元で幼女となり、オルフェたちを養育、ハイバルの死後女王として君臨しています。ハイバルがどのような人物なのか分かりませんが、ハイバル家はキップチャクハン国の時代にまで遡る名門の家系という設定が存在するので、かつてモンゴル周辺の国家だったハイバル家はユーラシア連邦加盟国でありながらも、裏ではプラントのコーディネーター研究に協力しており、アウラがファウンデーションの女帝になって以降はザフトの協力を受けて軍事力を強化し独立に踏み切ったと思われます。ここまでの内容からファウンデーションはユーラシア連邦加盟国でありながら、裏ではプラントと協力していた国家という背景を踏まえると見えてくる点が2つあります。それはファウンデーションショックとブラックナイトスコードの謎めいたデザインの理由についてです。一つ目のファウンデーションショックとは、小説版によるとファウンデーションがユーラシア連邦から独立を宣言したことに対し、地球連合が武力で抑えようとしたものの返り討ちにあったことから、それに勇気づけられたユーラシアに不満を持つ各地の勢力が次々と独立運動を開始した出来事を指します。またユーラシア連邦政府はそれらの対応に追われて著しく弱体化していることも明かされました。ファウンデーションがユーラシア連邦に抵抗するには相当な国力が必要であり、アコードとともに世界に君臨したいアウラとしては協力者を探す必要があります。そんな中、ザフトの中でもジャガンナートのような急進派はナチュラルは滅ぶべきと考えているので、ユーラシア連邦所属国家であるファウンデーションの独立やファウンデーションショックに裏で協力することで地球連合の弱体化とナチュラルへの制裁を図ることができるというメリットがあります。そのためこの時アウラとザフトの急進派が互いに協力しブラックナイトの開発に至ったと考えられます。そして2つ目のブラックナイトスコードの謎めいたデザインの理由についてです。ブラックナイトスコードはこれまでのシードシリーズのモビルスーツとは全く異なり、フェース内が全く見えない不気味な外観をしています。ではなぜこのようにどこの軍の機体にも見えない外観をしているのでしょうか。一つ目の内容を踏まえて考えてみると、ザフトの援助を受けていることをバレないようにするためと考えることができます。ただし
ブラックナイト以外のファウンデーション機としてはザフトの旧式機であるジン F とディン F、 そして無人機となるジン R とディン R を所有していて、連合制モビルスーツが見られません。そのためユーラシア連邦から独立する以前は連合の機体を所有していた可能性もありそうです。ただコズミックイラの世界ではアストレイシリーズでジャンク屋が存在し、各地で旧式のモビルスーツの売買がされていて、陣営問わず様々な機体が運用されているので、旧式であるジンやディンを所有していたところで脅威ではなく、ザフトとのつながりを怪しまれたりもしないと連合から考えられていた可能性もありそうです。このような経緯から、ブラックナイトスコードは外観でこそどんな技術が使われているのか不明に見えますが、ザフトの技術を盛り込み、ファウンデーションによって独自開発された機体として完成しました。特徴としては、まずフェムテク装甲を持ちます。これはフェムトメートルの領域を制御する技術で、装甲の面積に左右されず展開可能な対ビーム装甲です。ビームを無力化するという特性から、劇中ではゲルグメナースのビームライフル直撃に完全に耐えていました。電力を消費せず半永久的に維持できるという特性を持っているため、電力を消費するフェイズシフト装甲採用機と異なり、格納庫内でも配色が戦闘時と変化しません。シード界の特殊装甲といえば、まずフェイズシフト装甲は実弾兵器への耐性がつくもののビーム兵器には弱いという弱点があり、フリーダムの頭部がフォビドゥンのフレスベルグ一撃で破壊される姿も見られました。逆に対ビーム装甲といえば、暁に施された八田の鏡があります。こちらは対ビームどころかビームを反射するという代物で、電力消費はありません。劇中での被弾といえば、デスティニーのアロンダイトとブーメランでシールドと左腕を切り落とされていますが、実弾を受けての被弾の描写がないため、実弾耐性がどこまであるのかは不明でした。フェムテク装甲の場合は劇中でビームによる被弾は見られない一方で、アークエンジェルのイーゲルシュテルンを正面から受けてもものともせずに接近していたので、そこそこの実弾耐性があるものと思われますが、後半ではデスティニーやインフィニットジャスティス2式のレールガンで被弾していたため、強力な実弾兵装であれば対処可能だとわかります。次に頭部にはミサイル誘導用のレーザーサイトを備えています。これで照準を合わせた敵に対して無人機たちが攻撃を行うことができるようです。またシードデスティニーのデスティニーが使用していたような残像を使用できます。ブラックナイトスコードルドラは光を発した後で移動する際に磁気の動きに追従するような残像を発生させていました。シードデスティニー時代のデスティニーのハイブリングユニットはスターゲイザーが用いていたボアチュール・リュミエールを転用した高水力スラスターが搭載されていて、レーザーや粒子ビームを変換することで高圧推進に利用できるようになっていました。またミラージュコロイドを広域散布することで超高機動と同時に光学残像を形成していました。ブラックナイトスコードは少なくともカルラが光の翼を展開していることから、ボアチュール・リュミエールの技術が応用されていることがうかがえるので、ブラックナイトスコード前期にボアチュール・リュミエールとミラージュコロイドの散布ユニットが搭載されている可能性があります。ルドラに関しては4つのカラーが存在し、オレンジのリデラード機はガーネット、緑のグリフィン機はエメラルド、ピンクの竜機はスピネル、青のダニエル機はサファイアと呼ばれています。またシバーにはシュラが登場しています。武装としてはまず5機の共通兵装として攻防兼用ビームマントをバックパックに装備しています。フェムテク装甲でビーム耐性が高いことを踏まえると、ビームシールドはあくまで後方からの実弾兵装を防ぐためと考えられそうです。またビームマントを用いて敵機を切り裂くこともできます。ビームマントで磁気を切ってしまいそうな気もしますが、シード界のビームシールドはモノフェーズ硬波シールドで単一方向の仕様になっているため、磁気の動きを阻害する心配はないと思われます。その他の武装としてはルドラは高エネルギービームライフルと対モビルスーツ対艦頭、そしてシールドというシンプルな構成になっています。フェムテク装甲を採用している割に実体シールドを装備しているあたり、フェムテク装甲の弱点となる強実弾への対策とビームサーベル対策をしているようにも感じられます。シンプルな武装ながら、作中では高機動で敵機を翻弄していました。次にシュラがカルシバーについてです。こちらは完全に近接戦に特化した機体となっています。まず近接対装甲塔ディスバテール、
両腰に合計3本装備されたビームサーベル。2本をつなげて両刃で使用することも可能です。ただフリーダムやジャスティスは両刃の形態はアンビデクストラスハルバードと呼ばれますが、シバーの両刃形態の名称は特にないようです。つま先にはビームソードを内蔵しています。名前がビームサーベルではなくソードになっていて、シード界のビームソードといえばブフイグナイテッドのテンペストやデスティニーのアロンライトはビームソードと呼ばれます。これらはプラントのマイウスミリタリーインダストリー社が開発したものなので、シバーのビームソードにもこの技術が用いられていることと考えられます。シールドはロックシールドスワローグと呼ばれます。前後両方の先端にクロウが内蔵されており、前方のものは大型のシザースとして展開可能で、劇中では灼熱化させて使用する姿も見られます。後方のクロウはワイヤーで射出可能なものとなっています。そして胸部には対フェイズシフト装甲として絶大な効果を発揮する近接単身投射システムを持ちます。一度の戦闘で1回しか使用できないものの、無数の針を射出することで相手を串刺しにします。対ライジングフリーダム戦では激戦でエネルギー残量が低下していたフリーダムにこれを放ってフェイズシフトダウンに持ち込んでいました。ただシュラはどう考えてもキラを殺すのに成功したと思い込んでいましたが、コックピットまで串刺しにしたかと思いきや、キラはとっさに身をひねってギリギリのところで回避したため致命傷は避けられていました。またズゴックは装甲でこれを受けてボロボロになったものの、内部のインフィニットジャスティス認識までは届いていませんでした。そして最後にブラックナイトスコードカルラについてです。本機はファウンデーションの象徴として作られた機体であり、ブラックの名を冠していながらも白基調に金の装飾が施されています。前後の複座式になっていて、前方でオルフェが操縦、後方でイングリッドが火器管制を行います。武装としてはまず高エネルギービームライフルを持ちます。形状からブラックナイトスコード共通のものと思われます。両腰には2本のビームソードを持ちます。これは体感灯のような実体験にビームが発生するようになっています。両腕のガントレット先端にはクロウが内蔵されているので、こちらで攻撃することもできそうです。腹部にはストライクフリーダムのようにビーム砲を内蔵しています。胸部にはインフィニットジャスティスのバルカン砲のような形状が見られますが、これが CIWS なのかどうかは今のところ不明です。そして背部には翼のように展開する8機のドラグーンを搭載しています。展開すると光の翼が現れます。ドラグーンは非常に高性能のようで、ライジングフリーダムのシールドのようなビームカッターが内蔵されている上に、プロビデンスの大型ドラグーンのように1機あたりの訪問数が6つは確認できます。劇中ではストライクフリーダムとのドラグーン合戦の際に圧倒していて、その性能の高さがうかがえます。さらにカルラはイングリッドが操作する3機の大型ドラグーン支援機ジグラートも運用していました。ミサイルランチャーやビーム砲を持った小型戦艦のようなもので、ビームの軌道を曲げたり誘導弾を使用することで物陰から敵を攻撃できるという特性を持ちます。そのためメサイア残骸の裏から攻撃を仕掛けていましたが、マイティストライクフリーダムのディスラプターで破壊されました。以上のようにザフトの技術で作られたブラックナイトスコードですが、デスティニーの残像、インフィニットジャスティスのような近接特化兵装、ストライクフリーダムのような腹部ビーム砲や光の翼といった装備からシードデスティニー終盤の最強格の機体の特性が感じられます。 3DCG 制作デスクの藤田氏によると、カルラの武装はとにかくストライクフリーダムに似ており、ストフリのフレームになるはずだったものが使われているという形で考えれば、おのずとこうなるという感じでやっていたという話をされているため、少なくともカルラはストライクフリーダムの特性を盛り込まれていることがうかがえます。またシバーの単身砲は完全にフェイズシフト装甲の機体への対策として用意されていると思われるため、キラたちの機体への対策を講じている様子がうかがえます。小説版によると、アウラは響き博士のライバル心をかなり燃やしているので、アコードによって人々を統治する際最も障壁になるであろうキラとアスランと心を屈服させるためにも、あえて彼らの3機の特性を盛り込んだ機体として作り上げたのかもしれません。ただ結果的には3機の特性を持った新型機でありながらも旧式の3機に敗北したことは
勝敗を分けるのが性能だけではないということの裏返しと考えられそうです。余談ですが、ブラックナイトの動力源が核なのかバッテリーなのかは今のところ明かされていません。しかし機体名がルドラ、シバ、カルラとなっていて、最後が A となっていることから、 A はアトミック、つまり核を示すと考えられます。ファウンデーションの立ち位置から見ても、ナチュラル殲滅派からすれば強力な核搭載機の情報を流しておけば勝手にユーラシア連邦を倒してくれるので都合がよく、ユーラシア連邦からの独立を図ったファウンデーションからすれば、ユニウス条約を破って核動力機として開発していてもおかしくありません。またブラックナイトの性能面でも、出力が大きいはずのビームマントを常に展開していたり、残像や光の翼を使用していたりすることから、ストライクフリーダム、インフィニットジャスティス、デスティニーの技術を盛り込んでいるので、その性能を引き出すために核を使用している可能性が高いと考えられそうです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。